皆さんどうも高です今回はですね香川県小津郡小豆島にあります人口1万2,000人ほどのの省町の中心市街地を散策した時の様子動画にアップしてまいります。 映像の方映っておりますのは、香川県高松市、高松港の様子となっております。こちらからフェリーを利用しまして、ちょうど島まで1時間ちょっとで移動したという風になります。ご覧のように、たくさんの座席があって、売店、そしてテレビなんかも置いてあるような船内で、まあ、瀬戸内海ということで、海の方も揺れが少なく、 快適に移動することができました。このようにいろんなものが売ってありまして、まあ、うどんとかですかねえ。そういったものを食べることができて、あとアイス、飲み物と自動販売機ありまして、このように寝、ね、っ転がるスペースもあると。で、高松市海沿いにご覧のように高層建築物が多くありますので、えそこから離れていくように船が小豆島の方に進んでいったという感じになるんですね。 で、この時はですね、岡山香川ワイドパスというフリーキップのようなものがありまして、まあ岡山香川の GR 線だったり、あとこういう風にフェリーも乗れるようなものになっているんですけれども、このようにね、看板って言うんですかね、出てきましたら、なんかメリーゴーランドのちっちゃいみたいなものがあって面白かったんですが、で、高松市の 市街地が離れていって、奥に小戸島、戸野省町、中心市街地のね、様子も見えたりして。で、到着しましたのが、お隣、小戸島町という自治体の池田港という場所になりまして、え、戸野省町にはね、戸野小港っていうのあるんですけれども、まあ、今回利用した切符が高松から戸野小港まで乗ると、 まあ、運行しているね、会社あるんですけども、その対象外ということで、池田港からですね、数十分ほどかけて、これ映像の方、東の省庁の中心部に移動しているところになります。まあ、途中結構穏やかな住宅地とか多くて、時々コンビニがあるぐらいだったんですが、島の省庁に入ってから、応答キャンプ場、まあ、完成間近のところですとか、こんな風にちょっとね、山の上から海、 が見渡する展望台なんかあったりしてご覧のように結構ね険しい山なんかが島の中心部というか全体的にありまして平地はごくごく限られているようなそういう地形になっているようでありますけれどもでその展望台のところから坂を下って途中ラーメン店もあるような道になっておりますがこの辺りからですね都の象徴中心市街地となってまいります。 え人口や面積としては小豆島町の方が大きいんですが、まあ、経済的なね、規模、お店の多さとか、そういった類で言うと、その都の省庁の方がね、大きいということで、え今回この町を歩いていきます。で、中心部入ってまいりまして、早速、大型家電量販店が出てまいりました。 国道436号から県道26号やってきました。そうしますと、ケーズ電機の電気屋さんに、えー、ドコモショップ、さらにこういうふうに飲食店、ドサンコがあったり、ラーメン屋さんですね、えー。で、奥にコスモスですとか、あと山際の方にですね、集合住宅なんかあったりしまして、もう早速ですね、島であることを忘れてしまうような商業規模、商業施設の並びだなというふうに、えー、思って、えー、歩いておりましたけれども、 で、その、ケーズ電気のところからですね、南の方に、国土436号を下っていってるところになります。証券会社の建物ですとか、ソフトバンクの携帯ショップ、あと学校なんかあったりしまして、まあ、この辺、オリーブ通りと書いてありますね。まあまあ、落ち着いた通りという感じでしょうか。でも、ちょっとした高めのビル群ですとかね、あと、庁舎みたいなものがあったりして、 ま、島であり、町であるということを考えたら、それなりに大きい、中心的な場所と言えそうな感じですね。こんな風にもう海がすぐそばにあるような感じでして、こちらもオリーブ大橋という橋を越えていったところ。まあ、この小豆島ですけれども、オリーブとても有名です。あと、お醤油だったり、そうめんなどね、名産いっぱいあるという風になっております。この辺、ラーメン店や酒屋さん。 ホッカホッカ店のお弁当屋さんに奥にパチンコ店なんかも見えているというふうになりまして、まあ、島の方のね貴重な憩いの場になっていると思いますね娯楽施設にねでこのようにまた橋が出てきまして船がたくさん止まっていて奥には鉄塔とかビル群え都、ー、との象徴の中心部が見えていてでザグザグのドラッグストアにこちら手前側 結構小規模な本屋さんがあります。その横にはセブンイレブンのコンビニ。奥の方にはなんとね、ご覧のように島村があるわけですね。いや、これなかなかすごいですね。島基準で考えると。で、こんな風に本当たくさんの船が止まっていて、海も近いという場所で。で、その島村の奥にもですね、はい、さっき映ったザグザグですが、えー、その向かい側にダイソーの100円ショップが単独でありまして、 結構ねお店が集中している感じですよねで駐車場に車がたくさん止まっているうどん店もありましてこれ香川県らしいですねで小豆島のね、えー、名所有名な観光スポットがその先にありますので行きたいと思います大きめなホテルが建っていましたがその先、えー、大変有名な景勝地がありまして、えー、この時もカップルの方とかがねいらっしゃったんですが まあこんな風にね、とても綺麗な海が広がっているビーチがありまして、えー、そこの横にありますね、山というか、登っていきますとこのようにね、通路とか階段たどっていくと、恋、はい、人の聖地みたいなものがあって、で、今映っているね、ちょっと砂が浮き上がっていた道のようなところ、こちらがエンチェルロードになっておりまして、まあ、潮の満ち引きによってね、その、 道が浮かび上がって歩けたりするっていう場所になっていてね。で、夕暮れ時には夕日もまた綺麗に、えー、海に映るみたいな、そういう素敵なスポットでね。まあ皆さん小豆島観光行かれる際にはぜひ、そういう夕暮れ時とかに行かれてはと思うんですが。で、そこから西に国道436号及び県道254号を進んでいっております。でまあその 有名な観光スポットの近くということで、ホテルなんかがたくさんあったり、あとダイレックスの店舗など映りまして。で、この辺ですね、ちょっとした夜の飲み屋街みたいなところがありまして、このように写真を何枚か撮っているんですが、なんか夜のショーみたいなものが開かれそうなところですとか、ちょっと斜め向いたね、特殊な建物なんかあったりしまして、 まなかなか面白い、ちょっとしたミニ観楽街でしたね。で、その西側に本当にね、島とは思えないほどの巨大な商業施設があります。こちら看板にもありますけれども、丸中ですね。まあこれ基本的にはスーパーマーケットになるんですけれども、ゲオですとか、宮脇書店、ワッツ、ゲームセンターに、あとですね、 温泉施設までくっついているというかなりものすごいね、規模のお店になっていて。いや、これはね、本当に島とは思えない。びっくりですけれども。で、そこからですね、またダイレックスのところ戻ってきまして、えー、北に上がっていきます。国土436号ですね。 まあ、結構地形的にね、山が多く険しいということで途中トンネルもあって、えー、歩行者専用の別のトンネルをね、使って北に上がっていったところなんですが、そうしますとだんだんとこのように建物の高さそして密度が増えてきました。結構地元の古めのお店なんかがそのビルの下なんかに入っておりましてね、 いや、この T 字路周りなんか、ちょっとおしゃれなプチ都会という感じがしませんでしょうか。昔ながらのビル群が並んでいてね。で、ここから県道26号線になります。まあ、2、3階建てぐらいの雑居ビルが道路反対側目立っておりまして、こんな風にちょっと裏の通り覗いてみると商店街っぽくなっていて、この辺りが都の象徴中心市街地、そして、 小豆島の中でも最も都会的な場所になってくるかと思うんですけれどもね、え銀行ですとか JA の新しめ大きめの建物が並んでいて、えー、ビル群という感じで都会感強いんですが、まあそんな県道からですね、ちょっと西の方に歩いていきますとまた見どころがあります。こちらがなんとギネス記録に載っている場所でして、 なんとこちら、世界で一番狭い海峡、土淵海峡というところなんですね。言われないと本当ただの川とかにしか見えないんですが、まあここ島ということでね、まあ海なんですね。このように細い海峡ということで。で、その先にですね、鉄塔だったりビルだったり都会的な場所あって、で、その横に今映している 大型の商業施設がまたまたあるという風になっております。こちらがオリーブタウンという場所になっておりまして、えミキのメガネ屋さんだったり、えジョイフルセブンイレブン、丸吉センターのスーパーに松屋電機の家電量販店、あと DCM のホームセンターなんかがあって、大きな駐車場を有する商業施設でした。で、その西側、ちょっと細い通りのところ、 迷路の街という風なね、エリアがありまして、映像を進んで見ているところになります。ほと、このように狭い道沿いに地元のお店ですとかね、これ中央通りと書いてありますが、まあ商店街っぽい雰囲気で、食堂ですとか、あと美術館、妖怪美術館というものがあるそうですね。そういったものが並んでおりまして、この街の作りである理由というのが先ほど、 解説の穴板みたいなのありましたが、海賊ですとか海風から街を守るためということでね、まあ島らしい工夫があるということなんですね。で、映像の方はそこから西国道436号を進んでおります。途中お寺の独特な建物ですとか、また海が見えたりするんですが、この辺企業の事、えー、業所だったりね、 まあ、いろんな会社の事務所なんか見えておりますがこの道路を西に行った先に、まあ、先ほども言いましたが都の商港というのがあるわけなんですねえそちらに向かって行ってる風になりますで今回買ったフリーキップなんですがその都の商港から新岡山港という岡山県にある港まで行くことができる風になっていますので えそこからえ、この日ね、高松が宿泊地だったんですが、まあ、ぐるーっとね、瀬戸大橋を回って、えー、まあ電車で回っていくというね、そういう特殊な流れになっておりまして、まあ、普通にね、高松まで直で帰れるんですけどね、本来だったらね。で、港周りですけれども、ホテルだったりね、ビルだったり、結構高めの建物が多くて、いや、この辺りも都会的だなと思いつつ、え、戸の商工に着いたところ、 かなり多くの車が船にねフェリー乗り込もうとしている様子ですとか停泊している船なんかが確認できたりかなり大きめな規模の港であることがわかりますよねこれから船に乗り込みますまあ小豆島の島内いろいろ港がありまして、まあ、高松岡山そして、えー、直島とか手島とかね、えー、瀬戸内の島々あとは姫路の 看板もありましたが四国中国関西と結ぶね本当いろんなところに行ける島っていうことが言えるわけですよねまあ瀬戸内海の中で淡路島に次ぐ2番目に大きい意外とね面積のある島であるんですけれども、まあ、知れば知るほどその存在の大きさっていうのがね本当よくわかる場所だなと思いつつ これ岡山に向かってフェリーで離れていったところになります、えー、船内また売店だったりなんかストアみたいなものがありましてこのようにね上の方上がってきましたら子どもの遊び場でご覧のように滑り台なんかありましてついつい滑っちゃったんですけど結構実は楽しかったんですねこれがで貸し切りフロアみたいなものとか遊具みたいなものあってで途中高松までのフェリーと並走をしましたご視聴ありがとうございました